クリンゲンベルク・アム・マインは、ドイツ連邦共和国バイエルン州ミルテンベルク軍に属す市である。この市は、ウンターマインソイのヘッセン州との宗教に位置している。クリンゲンベルク区と1976年に合併したトレンフルト区及びレルフェルト区クからなる。クリンゲンベルクとレルフェルト区クは、マインガワウガンシュペッサルトの麓に、トレンフルト区クは、 マイン川サガンオーデンバルトに接するように位置する。クリンゲンベルクの二つの高台、ホーベルクとシロスベルクの急勾配に、テラス状の段として作られた、ぶどう畑は、クリンゲンベルガー、赤ワインで知られる。クリンゲンベルクは、群長所在地ミルテンベルクから 12km、上級中心都市アシャフフェンブルクから 28km、フランクフルトアムマインから 67km 離れた。 場所にあり、他のバイエリシェウンターマイン地区と、同様、ラインマイン地区に属す。隣接する市町村は、北は、エアレンバッハアムマインとベルトアムマイン、東は、シュペッサルトの町メンヒベルクと、レルバッハ、南は、グロースホイバッハと、ラウデンバッハ、西は、ヘッセン州に属すオーデンバルトの町リュッツェルバッハで、あるが、ベルトを経由しなければ行くことができない。本市は、 公式には三つの宿からなる。ローマ時代の聖なる石、中世初期の環状壁、おそらくアレマン人の時代に遡ると考えられる、グロースホイバッハへ向かう街道沿いのグルービンガー墓地が、クリンゲンベルクの歴史の最も古い証拠である。二世紀に、ローマ人は、国境防衛施設のリーメスをドイツに築いた。この施設は、トレンフルト側をマイン側に沿って伸びている。トレンフルトでは、 防御策の他に城が築かれた。クリンゲンブルク城市1100年にハインリヒという名の貴族が町の古い名であるクリンゲンバーグにちなんだ名を名乗った。彼はレギンボーデン家一門に属していた。シュタウフェンのクリンゲンブルク城は1177年にコンラドゥス・コルボによって建てられた。この人物は神聖ローマ皇帝の建釈自重で、 フリードリヒ一世の側近の一人であった。1250年頃ビッケンバッハ家がこの城に寄った。この家は、その後新生ローマ帝国で大きな影響力を持ち、帝国行政の仲裁者としてしばしば登場する。ビッケンバッハ家の時代に、城の麓のクリンゲンベルク氏が初めて文献に記録された。1276年のことである。 1500年にビッケンバフハ家が断絶した後、都市、城、統治県はマインズ大司教領となった。マインズ大司教の所領はバイエリシェウンターマイン地区の大部分に及んでいた。現在の上級中心都市アシャフフェンブルクは10世紀には、すでにマインズ領となり、第二の首都と位置づけられた。1552年にクリーンゲンベルクの旧市街は、 他の多くの都市と同様に、ブランデンブルククルムバッハ編強白、アルブレヒト・アルキビアデスによる第二次編強白戦争によってほとんど破壊された。都市はその後の世紀に再興された。1655年のクリンゲンベルク1803年の帝国代表者会議主要決議によって、マインツ大司教が廃止された後、クリンゲンベルクはまず、 帝国最小官アルテオドール・ホンダ・アルベルクによって新しく創設されたアシャフフェンブルク公領に属したが1810年にアシャフフェンブルクを首都とするフランクフルト大公領に移された1814年のウィーン会議後クリンゲンベルクは全アシャフフェン・ミルテンベルク地区及びビュルツブルグ大公領と共にバイエルン王国に移管された19世紀から20世紀初めに クリンゲンベルク市には、年度採掘によって大きな富がもたらされた。19世紀末には市民らは税を免除され、給付金が与えられた。さらに、展望塔マイン川の橋、学校、新しい市庁舎や多くのエレガントな館が建てられた。また、1897年に発電所と地下電力網を持つ、この地域で最初の都市となった。人口は、 急速に増加した。第二次世界大戦末期の1945年に、クリンゲンベルクでドイツ軍と侵攻するアメリカ軍の間で戦闘が行われた。結局ドイツが交代するのだが、この際に、クリンゲンベルクとトレンフルトの間に1950年に架けられた橋を爆破した。市内の歴史的建造物は、この戦闘で、ほとんど損傷を負わなかった。 市町村再編で1976年に、それまで独立した自治体であったレルフェルトとトレンフルトが新しいクリンゲンベルク市を形成した。旧市街とクリンゲンブルク。左手の先頭は境界、右手のギボシ型の塔がブルンローモン。背後の武道山の上にあるのが、クリンゲンブルククリンゲンベルク旧市街と武道畑の上に中世のクリンゲンブルクがある。 1177年からここには、クリンゲンブルク家が、1250年からは、マインズの管理であるビッケンバッハ家がこの城に16世紀、中頃まで京構えた。その後この城は荒廃し、1871年には、城主として、市の所有になった。20世紀にこの城は観光開発がなされた。レストランや展望台が設けられ、ここからは、 旧市街やマイン渓谷が一望できる。1994年以降クリンゲンブルクでは、評判の高いクリンゲンブルク演劇祭が行われ、様々な演劇作品やミュージカルに、毎年地域を超えて、多くの観客が訪れる。クリンゲンベルクには16世紀以降に建てられた多くの、木組建築がある絵画的な歴史的旧市街を持つ。 特に最も見事なクリンゲンベルクの木組建築が1561年建造の旧市庁舎である。旧市街にはルネサンス建築のクリンゲンベルク・シュタットシロスもある。この城は1560年にマインズの管理であるコットビッツ家によって建設され、1693年からマイアホーフェン家が居住した。この城には庭園や やはりルネサンス様式のローモンが付属している。旧市街は古くから三つの門を持つ市壁に囲まれていたが、世紀を経る内市の発展のために一部が取り壊された。現在はクリンゲンブルクと旧市街の間の壁と上館庭園に一部の壁が残るのみである。三つの市門の内南門にあたる特徴的なギボシ型の屋根を持つブルーンローモンは無傷で残されている。 1903年に、ホーベルクの森の中に展望塔が中世様式で建設された。現在多くのハイキング客や観光客が訪れている。クリンゲンベルクアムマイン市は主にローマカトリックの町で、ビュルツブルグ市教区のオーベルンブルク主席首相区に属す三つの教区、クリンゲンベルクの聖パンクラティウス教会、レルフェルトクのマリアの秘書天教会、 トレンフルトクのマリア・マグダレーナ教会がある。三つの教会のうち最も古いものは、クリンゲンベルク区の旧市街の高台にある特徴的な、聖パンクラティウス教会。ゴシック様式の内陣と聖具室は15世紀のもので、とうとう、長堂は1617年に建設された。この教会は、現在の構造と、後期ゴシック様式の外観を19世紀末のもので、ある。 レルフェルトとトレンフルトの二つの教会はバロック建築であるが、このうちトレンフルトの教会は1975年に落雷で消失し、新たに建て直されたものである。1976年、若い女性アンネリー・ゼ・ミヒエルの死によってクリンゲンベルクは世界中の注目を集めた。彼女は悪魔付きだとの教会の革新から数ヶ月にわたる。 悪魔払いの末に死亡したのである。市議会は20議席からなる。クリンゲンベルクの紋章は16世紀からのもので、マインツの輪を描いたものである。身部の緑の山は、シュロスベルクと、ホーベルクを表している。クリンゲンベルクの大企業は、圧力系製造のウィーカ、トレンフルトクにある、セラミック製造のクリンゲンベルクデコラミク、レルフェルトクにある、 ラッカー製造のヘンメルラートである。また、工業の他に、観光業も重要な経済分野である。クリンゲンベルクの粘土採掘は、特に鉛筆製造で黒塩に混入するために必要とされるもので、現在も採掘が続けられているが、その範囲は制限されている。この町は、ラインマイン工業文化街道沿いに位置する。クリンゲンベルクには、 約30ヘクタールの工作された、ブドウ農園がある。一部は、非常に古いものもあり、都市の外観を作り上げる要素となっている。これらは3つの地区に分類される。シュロスベルク、エアレンバヒャーホーベルクが、マインウガン、アインジーデルが、トレンフルト区にある。3つの宿区合わせて13のブドウ栽培、ワイン醸造業者があり、中には、市営のブドウ園もある。 主に赤ワインが生産され、そのためのシュペートブルグンダーダネとブラワーポルトギーザーダネが主に栽培されている。白ワイン用のミュラーツルガウダネも栽培されている。1950年から毎年8月に、この地方最大のワイン祭であるクリンゲンベルクのワイン祭が開催されている。クリンゲンベルクはフランケン赤ワイン街道沿いに位置する。 クリンゲンを通る4車線の連邦道 B469 号線によって、この都市は、アシャフフェンブルクと結ばれている。ここからアウトバーン A3 号線、フランクフルトアムマインビュルツブルグ、A45 号線、ドルトムーンとアシャフフェンブルク、A66 号線、ハーナウフルダ線に接続する。逆方向のミルテンベルク方面は二車線で、交通渋滞緩和のために三車線への拡幅工事が、 検討されている。クリンゲンベルクはトレンフル特にマインターール鉄道の駅がある。ありがとうございます。